行こう。行くわよ。かっこいい。カットで。足太っ。馬の足やん。猫フワッチの、スリートファイター5対戦ということで、今日は、6試合、3人ずつ戦ってもらうということで、説明をね、このゲームしたいと思います。イエイ、行こう。グルーダンがね、パンチ、下ダンキックということで、弱中強っていうふうに左かなっていうか、それぞれこれ弱パン、中パンチ、下パンチ。すごい。今日これが下段でも同じようにしてます。教えとかなきゃいけないな。そう、レバー、これ前歩きます、後ろで、それから上でジャンプ、しゃがむ、前ジャンプでっていうこともできたりとか。覚えられねえ、わかんねえや。で、歩きながら攻撃を受けたりとか。うわうわ、浅い、足太がくるくるなった。いていていて。そうですね、もう頑張るとかないよ。ジャンプ同士、これ投げです。遠くとつかる、相手の近くに行けば投げができる。太もも、太もも、今中は特殊技ですね。撮影技が桜の場所で、撮影技からキックで行ったりとか、ありましたね。それから投げボタンで投げる。こういうのもある。これから、必殺技をちょっと説明したい。さくらの場合は、例えば、これ、ジャック強で、性能が変わって。波動拳なんかも、うん、行く波動拳ジャック強で、性能が変わって、真空拳。まあ、こんなのもあったりするんだけど、すげえ。あと、EX があるので、それぞれ強化になります。こういうものがあったり、いや難しいって、わかんないわかんない。押し、例えば、まあ、いろんなことができるんだけど、情報量が多すぎる、間違いないよ。まあ、こんなこともできてるとか、できん、いきなりできるわけができたらすごいか、すげえ。でもまあ、そんな感じで、あとは、下にこれ全部たまたまクリカであるっていう一番強いって、必殺技が出るんだけども、それやってもいいです。桜の方がいい。桜なんですけど。いけいけいけー。これを、例えば、V トリガーを発動させることができる。これ2個溜まっていると発動することができるんだけど、これを使って連携を入れていくと。うん、うわ、まあ、例えば。うわー、ひどい。こんなこともできたりする、ダメージ。かわいそう。で、こう、くらっとしまったときに、1個だけガードキャッチだけ教えておきます。まあ、相手が攻撃をしてきたので、さっき言ったように、後ろを引いてればガードができます。こういうふうに。ガードです、先に。こういうふうに。ガードキャッチ。相手の方向にレバーを向けて、キックに、こういうのをつかる場合もあるんだけども、しっかりと当たる。パンチ3つのキャラもあって、これから6試合、3人ずつ、覚えられるか、やってもらいましょう。負けた、4人で勝負して、3人ずつか、3回ずつか、の計6回勝負してもらって、下から、2番目、負けた2人、弱い2人はスタートから罰ゲームを受けてもらう。やだー、頑張って勝つ。やだー。さあ、じゃあ始めていきましょう。イエーイ、うん、行こう。うん、行っちゃおう。頑張るぞー。さあ、始まりました、猫フワッチのストリートファイター5戦、第1戦が、はい、こちらの紙を、画面につけてください。画面に、ひなた対ラン。はい、さあ、早速じゃキャラクターを選んでいきましょう。頑張れ。どうしようかな、私はこの人しか勝たん。じゃあ、これで、じゃ決定してください。かっこいい衣装を選ぶのね。さあ、ランがホーケーで、ひなたがセスト。どれだっけあ、それじゃない、こっちか、ノスタルジック出てくるの。熱すぎた。こいつ。はい。これやばいもんこれ。こいつ。私この人がいい。胸ぐら掴んであげる。怖い。押してください。よいしょ、はい。じゃあ日向とランで、セットフォークですね。オッケーで。いくぜ。ボコボコにしてやるぜ。やだ。ここよりある。かっこいい。始めましょうか。OK。
決めたな。かっこいい。さあ、そしてストーさん、なんか、おお、反撃。頑張れ、頑張れ。おお、今のは。頑張れ。お、これは。お、これは。やばいやばい。え、すごい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 。うん、適当にやってる割には。え、なんで？なんで怖いんだけど。強い。え、なかなか強い。すごいでしょ。急に覚醒してるやん。負ける要素がありませんね。うるせえな。さあ、第2ラウンド、先生頑張って。第2ラウンドが負ける。ね、一緒とはやった方がいい方が。え、頑張れ頑張れ。あるので、ね。マジか、それちょっと。あんまりダメージがないんでね。ぬほほほほ。ぬほほほ。お、外が出ました。おお。頑張れ。頑張れ。おし。お、すごい外が出た。おお。逆転がしとなるか。ガード覚えてきたな。ガード覚えてきたので。うん、ああ怖いですよ。先生怖いよ。やだ。痛いって。わすごい。すごい。勝ってる。勝ってる。ああ、よううまく使って遠距離から。おすごいすごいすごい。いやマジか。皆さんこれはいい試合と違ったな。ああすごい。ああ一戦取れず。あの人強いって。そうそう。やば。まず一戦ですね。じゃあこちらに丸をあのここのところにウィンって書いてください。え、できないできないとか言ってたやつがこういう時に勝つタイプやん。はい、第2ラウンドは、はい、この紙を見せてください。アーミン対、ミュウです。さあ誰を選ぶ、誰を選ぶんですか。どうしようかな。さあ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 。これはアーミンそれなの。どうしようかな。どうしよう。でも、待って、私どこ？これ。お、準備。ベターなキャラが強いよ。じゃあ、これ好きだから、私この人にしようかな。このポッチムが。水着で行く。だって可愛いんだもん。じゃあ水着で行って、はい、決定してください。はい、はい。はい、だから、アミンはアレックス。はい、じゃあそれで。パワーキャラなんでね。でもどっちも強いかな。え、怖い。いい戦いに。うん。じゃあ、黄色にしよう。筋肉しか勝たんみたい。押してください。強そう。やった。え、怖い。打ちます。やばさあ、始まりました。2戦目、アミン対ミュウ。え、かっこいい。アレックスと、チュンリーね。見せてあげる。すごい筋肉だな。見せてあげる。うわ、どっちも太いな。おっと、アレックスが強くて連続。あやいやいや。あやいやいや。いい勝負だ。いや。投げ入った。頑張れ頑張れ。やった。強い強い。むちゃくちゃ強い。強い強い。いけー、この太い太ももでやばい。いけー、頑張れ、やばい、頑張れ。おっと、これはもうチュンリーの足をおっと投げで跳ねにかけてる。やばいぞ。おっと、投げ3連発。ああもうこれはアレックスに勝ち目がないか。やばい、おっと、いい試合、あと一発。おー、これはいい勝負。いい勝負するね。かっこいい。うん。怖い怖い。お、三角飛びを。オッケー。え、怖い。何？これわかんない。足映画。何これ？しました。足映画。何それ？おお。なんかすごいことになっている。強い。めちゃめちゃ強い。がプロ級に強い。太もも頑張れ。太ももも行け。太ももいけ。太もも。日本で一番有名な女キャラ。太もも弱りされる。やった。強い。強い。
なんでこなんだ千里が二魔法に、これはミウの圧勝で CA が発生するというね。うわさあ第3ラウンドが、見えないね。もっとミウ対ひなた。はい、イエーイ。ミウはさすひなたで、さんと、はい、キャラクターはどれが来るんでしょうか。どうしよう、どうしようかな。おじいちゃん使ってみようかな、スネーカーみたいな。おじいちゃんとは、おお渋いキャラが、ゼックでいくか。かっこいい。でもじゃん、強そう。ミウはこれ、おお、すげえ。あれにする。おじいちゃんかっこいい。これかなり渋い。お、すごい。これにしよう。ゼックでもう一回押して、あ、これでいいのかな。あ、 そしたらミウもジュリで行く。ジュリで行く。あ、もう決めたのか。どうしよう。あ、かっこいいなこれ。なんかすごいバンギャ感が。あ、すごい、かっこいい。やば。どうしよう。この人ちょっと怖い人やん。うわ、でもこれ可愛いな。どうしよう。悪魔みたいな顔してる。うわ、来た。え、どうしよう。そのバンギャでしょ。うん。え、これ可愛すぎる。これにしようかな。それちょっと。悪魔や。原宿、原宿。はい、じゃあ決定です。悪魔やって怖いよ。おじいちゃん頑張れ。あ、頑張れ。これはでも、うん、どうよおじいちゃん。みゆも頑張るぞ。すごい、いけ。どっから潰してほしい。うわぁ、和を感じる。いいコンビじゃん。レッツパーティー。うわぁ、すごいな筋肉。あ、操作忘れた。どんなんだってこれ。結局この子も足つくんだ。結局みんな吹いてる。みんな吹いてる。うわー、なんだそれ。ミュウちゃん強いな。ねえ、危ない。うわー、頑張れ。え、なんだろう。なんかすごいことになってるけど。頑張れ。さすが CA が出るぐらい。頑張れ。うわー、強いんだけど。強い。この人やばくない。プロだって成長してるって。むちゃくちゃやってるだけじゃないか。うわぁ、頑張れ。やめて、お願い、やめて。お願い、頑張れ、頑張れ、お願い、やめて。うわぁ、とこれはやだ。待って、ああ、少年、おぉ、炸裂、炸裂、すごい。うわぁ、なんだ。おっと、いいスキル。うわぁ、うわぁ、頑張れ。いい勝負になってきた。足払うやつ、やめて。頑張れ。いい勝負になってきた。よっ、頑張れ。勝った、勝った、勝った。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。うわぁ、悔しい。おじいちゃん、おじいちゃんが。おじいちゃん、ありがとう。さあ、ファイナルラウンド。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。うわぁ、負けたらもうすぐ足払うやつ。足払い、足払いに食らってしまう。頑張れ。うわ、なんか、うわ、あ、何それ、何それ、何それ。でももうジュリーはゲージ使ってしまったんで、じゃあゼクの方が CA 満タンです。トリガーも発動する。あー、来た来た、もう厳しいかな。この人やばいな。これはジュリーの発生。あー、すごい。立ち上がれない。ミュウの勝ちです。立ち上がれ。さあ、じゃあこちらをミュウインで。やったー。何やってんの。すごい、勝ちました。ちょっと、私ミュウニャン怖くなった。はい、見せてください。ありがとう。もっと向こうで見えないよ。はい、じゃあミュウインで。ミュウニャン勝ちました。ミュウニャン勝った。